それではですね、それでは始めたいと思います。東京23区のゴミ焼却炉も、ある年限経つと建て替え問題っていうのがあるわけですけれども、このところ、世田谷とか練馬とか城南城北地域で建て替えが起きてます。で、これから問題にするのは目黒工場と言ってまして、東京都目黒区に、ある焼却炉ですが、それが、現在建て替え工事の、中にあります。で、東京都っていうのは昔からゴミ処理に、特にゴミの収集分別に関しては、分別収集に関しては都民がすごく協力的といいますか、一生懸命分別に努力してきたわけですけれども、その結果、まあ当然リサイクルとかリユースとか、いわゆる、ゴミの量は減ってるはずだと、分別することによってそれがちゃんと処理されれば減ってるはずですが、まあ、東京都の場合、いつになっても建て替える焼却炉の量がですね、容量が変わらない、場合によって大きくなってるというとんでもない問題起きてると思います。ちなみにお隣の横浜市ではどんどん焼却炉が閉鎖されてきたと。にもかかわらず東京都では一向にゴミは減ってるにもかかわらず焼却炉は減らないという問題があります。最初に池田さんにお伺いしたいのは、この目黒区の住宅地を控えた目黒区でのこの清掃工場の建て替え問題、何が特に問題だと思いますか？今おっしゃったようにゴミが確実に減量してきてるんです。排出量は特にバブル以降はどこもそうですけど、平成になってからはもう右肩下がりで、全体で 30% 以上減っていて、焼却ごみも 20% 近く減ってるのに焼却炉は減らない。その中で、23区の中でも川沿いの低い地域にあるのが目黒清掃工場なんですね。で、周辺は都内の方はご承知だと思いますけれども、高いビルが林立していて、まあ、風は目黒川に沿って流れると、非常に特殊な地形のところで、そういうところに非常に大規模な焼却炉をまた建て替えるのかっていうのは非常に大きな問題になっているわけです。ちょっと調べたところ、目黒清掃工場の容量というのは300トン ×2 ですか？そうです。600トン。これはまあ地方の方にしてみるともう巨大な量ですね。東京都にしても大きいですね。大きい方ですね。ですからそれが前回今回変わらないと。変わらない規模です。目黒区は、私たちの研究所目黒区にありますし、私が住んでる場所は品川区ですけれど、目黒区の隣で、目黒区は非常に住区住民自治会なども協力しているはずですが、そこで努力した成果っていうのはどこに現れてるんですか？目黒区内のゴミも間違いなく減量してきてます。少なくなってます。それで少なくなってるんだし、他にもたくさんあるので、古くなったろう建て替えるよりは他の余力のあるところで焼却して、順次その危ないところっていうか条件の悪いところ、住宅地をすぐそばに控えているようなところは閉鎖していくというんであれば住民も納得できますし、これまで努力してきた甲斐もあったわけですけど、それは全くさておかれて、全く同じ規模の巨大な清掃工場を新たに作ろうという計画なので、みんな怒っているわけですね。その大きな主たる理由は何ですか？一部事務組合によりますと、ゴミは確かに減っているけれども、いつ何時災害があるかわからないと。先日の 3.11 の時も東京都はたくさんの焼却ゴミを受け入れましたし、他の清掃工場が修理などをしている時は他で受けなければならない、代替機能を果たさなければいけない。で、23区の場合は23区内にそれぞれ1区に1工場あるわけではなくて、内区もあるわけですね。そうすると内区の分のゴミを他で受けなければならない、共同処理しているんだということから、どんどん減らすと
というよりは今の規模を維持していくことが今後も安定的に焼却処理していく上で必ず必要なんだっていうふうな言い方をするわけです。まあ、今のはもう 一部清掃事務組合23区のそれの言い分そのものでそすのよものね。そうではなくて本質的に減らない理由ですね。まあ、一つ申し上げます。私の青山研究室の学生で大学院に進学したのがいるんですけれども、横浜と東京23区を比べて、なぜ横浜では減りながら東京では減らないんだと、今池田さんが言ったような理由は横浜でもあり得るわけです。にもかかわらず横浜は3路確か減ったにもかかわらず、東京23区は1路も減ってない。それはその清掃一部に事務組合、23区の事務組合に原因がある。そそうこですのね。組織の保身とか体質、自分たちの勢力を温存する、そういうようなことを学生が指摘してました。それはどうですか？横浜市の場合、横浜市長が自分の市内のゴミ問題は全て責任を持っているわけですよ。当然、ゴミ問題は地方自治法の下でですね、地方自治が行われる政策ですので、収集運搬も中間処理も埋め立て処分も全部市長の下で行われますから、お金がどれくらいかかるとか、そういうことを総合的に判断してゴミ政策が決められるわけですけど、23区の場合は収集運搬は23区が行います。リサイクルとかそういうことも23区の政策の中で行われます。一方、焼却という中間処理、あるいは運んできたゴミを不燃と可燃に分けたりとかですね、そういうことも圧縮して梱包したりで、そういう中間処理は全て一部事務組合が行っています。で、分別した後の燃えるゴミは燃やし、埋め立てゴミは埋め立てるって言った時の埋め立ては今度東京都が行っているわけです。一つのゴミについて3組織が関わっていると。ということで言うと、誰も横浜市長が自分の市内のゴミの減量化とかコスト削減とかっていうことについて責任を持ったり真剣に考えたりするっていう組織がないっていうのが23区の実態なんですね。と、23区清掃一部事務組合は焼却をやってて、21も清掃工場を持っていますから、その中でいかに自分たちの組織を温存していくか、焼却炉をやめていくと自分の仕事はなくなっていくわけですから、それを維持していくかっていうのにやっぱり汲々とする。減量の話は自分たちの外になってしまうわけです。東京に限らずですね、日本に限らず世界的にゴミの量の削減、ゼロウェイストなんて言いまして、ゼロに近づけるという政策を他のカナダでもイタリアでもアメリカでも掲げて努力してる時にですね、巨大なゴミ焼却炉を21も作り、しかも一向に容量を減らさない、自分たちの仕事を減らされるのは困るだっていうのは、それはその人たちの問題であって、納税者にしてみれば、いかに少ない税金でやってくれるならば、それに越したことはない。まあ、時代にものすごい逆行してると思いますけれど。そうですね。ゼロウェイストのトレンドは全く無視されていて、焼却こそが一番だという考え方ですね。その背景には処分場がもう逼迫しているから、なるべくかさを減らすと、ゴミを燃せば体積が10分の1になる、それもさらに減らす、灰も減らすために廃用油炉というのを導入してきたわけですけど、3.11以降、廃用油は放射能を濃縮してしまうので、それもちょっとやめたり、お金があまりにもかかりすぎるので廃用油はちょっと一部やめたりしていますけど、つまり燃やさなければ処分場が逼迫するということと、焼却し続けることによって環境を維持できるという、もう固い信念のもとに焼却がベストという考えなんです。まあ、それはまたさっきと同じように、全く23区の言い分を池田さんが繰り返しているだけで、何ら答えにはなっそうてなんなでいすわよ。けですが、例えばある人は、今流行っている、東京ではあまり使われてませんけれども、溶油炉、これは空、大気、空を処分場にしている。まさに物質は燃やすことによって、さまざまな 元素に戻ったり、分子のもとに空気に出るわけですね。それをじゃあフィルターで全部取り切れるかというと、さまざまな分析実験でも取り切れてないっていうことは、表向き、ゴミが、処分されてるように見えるだけで、実は空気を汚してる、そういう実態あるわけですよね。そういうことは全然言わないで、自分たちの都合だけで
今おっしゃられたようなことを言ってるということですね。そういうことはまさか自分たちから都民に国民に言うわけないですよね。言うわけないです。それがもう何十年と延々と連綿と続いてると。そうです。それが今の実態ってことですね。はい、はい、まあその問題はまた別途そのうち細かくやりたいと思います。目黒清掃工場ですけれども、最初に目黒清掃工場を作るときですね、その前はなかったわけです、目黒には。実は私も聞いた話なんですけれども、一橋大学の助教授が当時その周辺に住んでいらして、当時は東京都ですね、相手は東京都のその清掃の課長と連日連夜何ヶ月も、まあ膝詰めじゃないですけど議論して、ものすごい厳しく批判したそうなんですね、東京都で。その東京都の担当課長が自殺されたと、自殺したっていう話を聞いてるんです。つまりそのぐらい、東京でも有数の住宅地、今高いビルいっぱい建っちゃいましたけど住宅地で、そこにその清掃工場を作るということで周辺住民はえらく危惧してっていう背景があるわけです。で今回ですね、そこに何十年か30年か経ってですね、建て直すという話を聞いたときに、あれと思ったのは、過去のそういう経緯があることだけじゃなく、どうもなんかその地域住民との間でですね、29区、3区一部清掃組合か東京とか知りませんけれども、立地をめぐってなんかその約束事があったんじゃないかっていう話を聞いたんです。はい、それについてちょっとお話しください。住民説明会でもその公聴会でも住民の方、地域住民の方がいらしていて、当初の建設の時の約束で、今度建て替える時はここには建てないという約束をしていたそうなんですね。それはどういう文書になっているのかまで私は詳しくは知らないんですけど、それにもかかわらず全くその立地選定に関わる代替案の検討とかもなく、ここにまた同じ規模の清掃工場を新たに建てるということで、周辺住民の方はそれだけでも大変な怒り心頭になっているわけです。もう清掃工場と共存というか、まあ、清掃工場ができるからすぐ家を引っ越すなんてことはできないわけですよね。30年そこにいるとお天気の状況とかによっては匂いがするとか、煙が近くに来て洗濯物も干しづらいとか、いろんなそういうそこでなければわからない清掃工場の影響っていうのを受けてらっしゃるわけで、これでやっと古くなったんでここにはもう立たないな、それはエゴな部分もあるっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そこに住んでる方にしてみればものすごく大変なことなんです。それも全く考慮せず、ここにまた同じところに建て替えるっていうのは、その方たちにとっては大変な苦痛になるというふうに思います。また共存化ってことになっちゃうわけです。はい、それに関連してですね、やはりゴミの清掃工場の問題で、埼玉県の西部の方で同じような問題があったと聞いているのが一つとですね、もう一つもこれは埼玉県なんですが、川越市の火葬場でも同じような話があると聞いたんだけど、もし分かれば少しでもお話しください。埼玉の、清掃工場の問題は埼玉中部衛生組合というふうに言って多分言ってると思うんですが、小川町とか南秩父村ですか、東秩父村とか、なんせその小川町のさらに西側のいわゆる秩父市ではないんですけど、そこから今度桶川とか東海とか、かなり40キロぐらいの範囲を一つの組合にしようという動きがあって、その中で4つぐらいの古い清掃工場があるんですけど、それぞれみんな古いので全部やめて、新しいその大きくなった一部事務組合広域の中に新しく作ると。でその時にその一番都心部のエリアのところに新しく作るんですが、そこは裁判になっていたと、当初の清掃工場の建設の時に。それが和解で、次建て替える時はここには建てませんということが裁判の和解で合意されているにもかかわらず、それをないがしろにして、またそこに新しい、今度は広域のですよ、今までのに以上に大きいものをそこに建てるという話が出ているそうで、そこはまた大紛争になると思います。皆さんとっても怒ってますし、ありえないと、何のための裁判の和解だったのかということで、それはまだ今後問題になっていくと思います。もう一つはその川越市に新たに作られる火葬場問題ですね。それもそこには火葬場は建たないと、お葬式などをやる葬祭場、
セレモニーというような会館は建っているんだけれども、そのすぐ向かいのところに清掃じゃない、火葬場は建てませんという約束を前の市長さんの時に約束していたにもかかわらず、新しい市長さんになったらばそこに火葬場を建てると。で、すぐそばには老人の福祉施設もあるし、そこには建たないということで一戸建てを建てた方もいらっしゃる。すぐ近くには学校もあるにもかかわらず、まあ、お葬式に関連するような施設がですね、そこに次々できていくっていうのは、土地を持っていた方、そこで農地をやってる方、住宅を買われた方にしてみたらとんでもないことで、行政がそういうふうに過去で約束したことを次々たがえて平気でそういう迷惑施設を建てていくっていうのはどんなもんなのかと、なんとかそこできちんと約束を守らせるってことはできないのかっていうのはあちこちで聞く話ですね。で、東京23区の場合には一つの区に一つの焼却炉じゃないがゆえに、分別の方法が違うゴミが同じ焼却炉に入れられるっていう可能性があると思うんです。そうです。共同処理と言いながら、それぞれ違う人たちがどっかで説明を一緒に受けるっていうこともなく、比較的焼却炉の近間の住民に対してだけ説明を行われる、この問題をちょっとお話しください。そうですね、当初ですね、23区は各区で焼却炉を一つずつ持つっていう政策だったんですけども、それはあまりにも無地だ、お金もかかるし立地する場所もないとかいろんな問題から、その政策は一旦保護になって、今ある清掃工場を23区全体で共有で共同処理するっていう方向になったわけです。で、なので練馬区には2つ、世田谷区にも2つ、江東区には大きなのを1つ、一方文京区、千代田区とかです、中野区とかそういうところにはないということがなってるわけです。で、じゃあどうしているかっていうと、ない区はある区にゴミを持ってくるわけですね。ですけれども、さっき言いましたように収集運搬とかゴミの分別については各区が自治事務として決めているわけです。一般廃棄物の処理計画みたいなものを作って、何年までにゴミをどのくらい減らすとか分別はこうするとかっていうのを決めていますから、例えば高等清掃工場に持ってくる来ている文京区は全く容器包装のリサイクルをやっていません。プラスチックはそのまま可燃ゴミ。一方江東区、大きな清掃工場を抱えている江東区民は細かく分けてます。目黒で言えば目黒区民は容器包装のプラスチックを分けているのに、持ってこられている世田谷区民が分けていない。そういうことで近い区民がその影響をたくさん受けるのに、出している区民は野放図っていうのは不公平ではないかという議論が起きているわけです。なるほど。まあ、いずれにしてもそのことによる結果がちゃんと調査され公表されてない限り、その弊害すら区民には知らされない。まあ、池田さんたちがやってることは、その弊害を一般の人には見えないものは見えるように分析して、数値だけでも分かりにくいのでグラフ化してということをずっとやられてきたわけです。まあ、そういうことからすると、まあ、一部事務組合というのは自分たちに都合の悪いというのは、自分たちの組織を温存するのに都合の悪いことは情報すら出さない、調査もしない、仮にしても隠してると、ということが、まあ、言えると思いますね。では池田さんはその目黒清掃工場の建て替えの環境アセスメント、環境影響評価の、公聴会、まあ、東京都は手続きで公聴会を入れることになってて、公聴会に出られました。1人15分という枠で、お話しするわけですけど、その時に話されたことは、今はずっと指摘されてきたことに加えて、目黒区が、その川のほとりといいますか、谷に煙突が立ってる、周りに高い建物が増えてきた、まあ、私たちの専門で言いますと、そういう条件ではダウンドラフトといって、一旦、風が強いときは、うんと強いときはまだしも、中ぐらいの風のときにですね、出た煙が周辺の影響を受けて、谷だとか建物の影響を受けて、遠くに拡散しなくてですね、近くに落っこっちゃう。ダウンドラフトとかダウンウォッシュって言います。そういう現象が起こりやすい。にもかかわらず、環境アセスメントで行った、その大気のシミュレーションというのは、正規プリウムモデルといって、全く平らなところを対象としたモデルじゃないかと、これはおかしいじゃないかという指摘をされてましたね。それについてちょっとお話しください。はい、
アセスメントの評価書案っていうのを私も見ました。で、皆さん住民の方も今時ですね、そのこんな地形の複雑なところで川沿いで斜面になっているところに清掃工場はまずいでしょうって皆さんおっしゃるわけですね。で、周辺も住宅だし、で、これでは分かんないんじゃないんですかっていうことを言ったらば、その評価書には何が書いてあるかっていうと、半径6キロの範囲で模型を作って風洞実験っていうのを行ったと。それによってその建物とか地形も考慮されていて、その結果ほとんど影響がないというふうに言っているわけです。半径6キロの模型ってちょっと考えるとものすごい模型というふうに思いますけれども、模型を乗っけて風洞実験をする台の大きさっていうのは決まっているので、まあ、そんな半径6キロが2000分の1とかのサイズになったらば、ほとんど煙突の高さも数センチで、何らその本来の意味での地形って建物の考慮はできないんじゃないんですかっていうことを私は指摘したわけです。そしたらば、そこに来ていた東京都のアセス審議会の委員長の方が、池田さん、その風洞実験のモデル見たんですかって、模型をご覧になったんですかって言われたんですね。で、ちょっと待ってくださいと、そのモデルも模型はどこでやってるんですかって言ったら、長崎にある三菱重工で委託してやってるので、東京都内にはないわけで、そんなものをご自身がご覧になったかどうか知りませんけれども、都民は誰もそこで見れるような状況にないわけで、あくまでその報告書でしか見ないわけですね。私は報告書を拝見しましたけど、モデルはその模型そのものは見てませんというふうに申し上げましたけれども、そんなようなレベルの議論なので、およそその市民、区民が心配しているようなことはまではアセスメントでは配慮されてないと言えると思います。その問題、私の一番の専門なので、簡単に、事実をご説明しますと、6キロの風洞実験なんてことは、まず、半径がせいぜい3メーターから2メーター50、直径が5メーター最大で、その円盤を少しずつ角度を変えて、遠くから風を吹かし、まあ、トンネルの中で実験するのに、池田さん言われたように、6キロなんていうのを対象にしたら、数ミリとか1センチとか高困くっちゃうんですね。と、そういうことは普通やらないんです。そんなバカなことはしないんです。やっても意味がないんです。何をするかというと、風洞実験というのはあくまでももう少し50分の1とか100分の1とか、せい狭ぜい範囲。いやっても500分の1で行うんです。遠くから風を吹かして、角度を変えて、センサーをいっぱい入れて埋め込んで、遠くから風を流して、その風がどういうふうな形で影響を与えるか、風の流れに。それが一点と、今度、有害物質じゃない、あるガスを遠くから噴射して、その噴射したガスの濃度をやはり違うセンサーで確認して、その関係を見るというのが風洞実験です。で、それは何に使うかというと、そのもので使うのではなくて、その後コンピューターを使った3次元流体シミュレーションモデルという、流体モデルというのに生かすわけ。モデルの検証のために、バリデーションって英語で言いますけど、バリデーションのために風洞実験を使うんであって、5キロ、10キロ、原発の場合も数キロの範囲のいきなり風洞実験なんてありません。あくまでもコンピューターモデルがほぼ現状再現しているかどうかを検証するために風洞実験を使う。もっと1キロとかでやって、それをもとに使えるかどうかを検証した後、そのパラメータを使って広域をやると。そもそも広域の問題ではなくて、もっと数百メーターの範囲の、さっき言いました川のね、地形、そこを重要なわけでそす。うで6すキロの話は、いいまあ、ですよいいね。とは言いませんけど、重要じ別ゃないのんです。話ですよ。数百メーターの近くのダウンドラフト現象を再現するのが大きな目的です。ですから、もし本格的に風洞実験をどうしても何億円かけてもやりたいならば、目黒川の周辺の地形のところでやるべきなんです。日本に何人もそういうことをやってる人間、分かる人間がいない中での話だとすると、そういうことを、その分かんない人間が、安易な返答と言いますかね、まして、その長崎って見ればそれでいいわけではないです。だから、そういうことでね、全くこのアセスメントっていうのは、一番重要なところを、心配、区民が心配してる、都民が心配してるところに答えてないと。そうなんです。これは練馬の時も同じようなことで、その時私たちの研究所が、
光が丘清掃工場のすぐ隣が大きな公園になってて子供がいっぱい遊んでる、そこの周りに高い超高層の住宅棟がいっぱい並んでる。それの影響を受けてやはりそのドラウンフート現象が起こると、なれば子供にも影響があるんじゃないかということで、ごくごく一部ですけども、仕事でやっても大変お金が必要になるような仕事ですあのものですから、一部ですけど、それをつけてね、結果をつけて東京都に意見書を出したぐらいですよね。そうです、光が丘ですから、その時もその風土実験云々言ってましたけど、それはまさにその、やるとすればコンピューターのモデルのパラメータを風土実験によって得たデータで保管する、修正するという意味でであって、全体を作るなんてできるわけないですね。何億かかろうと、6キロの範囲の模型を作るなんてことは。だからね、その時も言ったんですけれども、いかにも大層なことをちゃんとやってますみたいな時代主義はやめてくださいと。それによって何億円ものアセスの費用がかかってるわけですよね。そのうちの何割がその三菱重工の風土実験に行ったか知りませんけれども一般の人にしてみればここまでやってるのかっていうふうに見えてしまうわけです。そうですね。それは今私が繰り返して言う必要もないんですけど、全くそういうために風土実験を行うのではなくて、もう少しちゃんと結果が分かる範囲の縮尺率で風土実験を行って、そこで得た、そういう各種係数をコンピューターで行うシミュレーションのために使うというのが目的ですから、その議論はそれが分かってない人が言っても意味がないんです。それが非常におかしいというふうに思いました。ということで、今日は目黒清掃工場の建て替えのアセスメントについて、主な論点をですね、お話ししました。どうもありがとうございました。